こっちゃ。封筒、何が入ってたの？若い女の写真や。同じ女が何枚も隠し撮りされとる。リーさんがそんなものを。なんで？よう、早速見とるな。よう撮れてるやろ。リー、なんなんやこの写真。まあ待てや、言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ飲めや。ありがとうリーさん。お前の分もあるで。リー、なんや考えがある言うてたんはこの写真のことか。大体この女誰や。結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの外道女のええとこは年頃と背格好やな。まことによう似とる。それがどないした。よう効く薬やで、ほんま。リ、お前何を。こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。あ？お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼した時その依頼主は何が欲しい。的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて。わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死体見つけた札は身元確認すんのにわしんとこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません、その死体はうちの従業員です、言うてな。青川、そんなん札が調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や。女殺した後はその顔を誰かわからんようにしてしまえばええ。指紋も薬で焼いてるんや。お前は何なんや一体。